はい、こんばんは、タブランチでございます。いや、蒸しますな、今日は。CD 作成の、途中経過といいますか、続き。私、個人的に月溜めやる前に、何枚だ ?5枚ぐらい、アルバムを作ってまして、ソロで、まあ本当に今聞くとひどいですけどね、音はね。当時はライブハウスに行っていたので、まあそこそこの枚数配りました。もちろん押し売りじゃん、売ってないな。押し渡し、はい、感じでやってたんですけど。その時から、まあ、気をつけてるというか大変だったのが、各曲の音量のレベルですよね。当然その聞く時に再生ボタンをピコッと押して聞く時に、その1曲目はうわでかい、2曲目ちっちゃいじゃ困るわけですよね。音量いちいちやんなきゃいけないから。だからまあ同レベルでこう聞こえるようにね、しないといけなくて、これはね、そんでその時はというか、どうやっていたかというと、これは誰かに聞いたのか、どっかで見たのか忘れましたけど、まあ音は結局 MTR でね、当時から作ってるわけですけども、最終的にそのトラックを一つにしてマスターを作るんですけど、そのマスターの音量レベルをその曲の一番でっかい音で、もうギリギリ、音割れしないギリギリのところにこう合わせれば、全部ね、の曲ね。まあ、そうすれば中から、同じレベルになるということで、やってました。で、結果としては、まあ、そんなにこうならないね、できてるんです。できてたんです。で、月タムのその1枚作ったやつね、もう同じような感じで、やってたんですけど、まあ、そうね、その、まあ、ミックスするたんびに、まあ、一気にやるわけじゃないからね、ミックスその曲ができて、作った時にその都度やればいいから、まあ、そんな手間っちゅうほど手間じゃないけど、まあ、気は使うとこなわけですよ。ところが今回ですね、ちょっと前のくっちゃべりで言いましたけど、アルバムを作ろうかなというくっちゃべりをしたら、NASA さんがね、お手伝いしてくださると。で、あの時のくっちゃべり、私ちょっと勘違いしていて、そのミックスをね、まあ、手伝ってもらえる的な感覚でいたんですけど、マスタリング、まあ、ミックスとマスタリングの違いが分かってなかったっていうね。今回はっきり分かりましたけど、まさに今言ったのがマスタリングなんですよね。まあそればっかりじゃないでしょうけど、その音のレベル合わせ、要はだからミックスして一つになったものをさらに調整する的な感じでいいのかな、まあそれがマスタリングかな、ということでしょうかね、それをしてくださると。だからその私ね、タムさんが作る音源はそんなに、その何バランスだけ見てもらえば、音量レベルはそのマスタリングで合わせられるからと。ああなるほどと。まあ要は二重でやるということですよね、ミックスを。そのミックスの段階でさらにその出来上がったやつをっていうところの話ですよね。私できないんですよ、その機材がないです。だからMTR で全てを完結しないといけない状態なんですよね。はい、で、もうすでに何曲か、その、今回ね、まあ、動画もアップしてますけど、合わせて、リミックスした音源を NASA さんに送って、マスタリングしたやつを何曲か返してもらってるんですけど、全然違う。これはすごいですよ。もちろんその音量がぐっとこう上がってるっていうのはもちろんあるんですけど、なんだろうな、
粒立ちが良くなってるというか、あとは低音聞かしたりとか、まあいい音になってるんですよ。これがすごいですよ。これはね、本当にちょっと CD にしないと NASA さんに申し訳ない。いやー、すっごい音源来てますよ。うん、その曲がどうとか、演奏がどうとかっていうのは、まあ聞く人にもよるし、好みとかね、そういうのもあるでしょうけど、音の質的にはいいんじゃないかな、かなり。うん、あの過去最高なものができそうですよ。はい、だんだんねやってるうちに、そりゃほらいろいろ容量得てくるから、もう一番最初に作った自分のソロアルバムなんかとも本当にもうなんだ、単純にただ音が重なってるだけみたいな感じから始まったのがね、ふわっとこう、来て、の感じがあってちょっと嬉しいですけどね。でさらにそれとね似たことを今感じておりまして、その今のマスタリングの前の話の私のミックスの話ですけど、今回はそのスキタムの曲を時系列でね、あの前あのこの間もくちゃべりましたけど、まあ、要は古い順からアルバムにしていこうと、やっぱり、分かんなくなっちゃうからと思ってね、それでやってって、そのアルバムに入れようと思ってる曲をガンガンリミックスしてるんですけど、そのね、あの直す時にだんだん良くなってる。あのね、よく分かりやすいですね。もう最初のうちはなんじゃこれやと、もうトラックの使い方もわけわからんし、何このリバーブの設定とか、何この音とか、もうわけわからんわとかって思いながらやってったのが、今日やったやつとかね、あたりぐらいから、ああおうって、おちょっとこうちょっと治ってるじゃん、ちょっと分かってきてるじゃんみたいな、非常に楽しいですよ。あの自分の進歩の過程が垣間見えまして、まだ今日やってる編の曲はまだパン振りしてないんだな。もうちょっと後ぐらいからパンを振り始めるから、だんだんリミックスが楽になってくるはずなんですよね。今回アルバムに入れようと思ってる曲は多分パン振りはねしてないと思うんですよね。リバーブがだんだんこうカットされてきて、ボーカルとかのそれは顕著に出てきてますけどね。で今回実は言ったのこれね、2枚で、ね、やろうかどうか迷ってるんです。もし2枚に作るならハード系とソフト系、曲的にねガンガンと、まあちょっとこう穏やかな曲に2枚に分けてやろうかなという考えがあって、まあ、ちょっとハードな曲から攻めてるんですよ。で何曲かできてきて、NASA さんからもマスタリングしたやつを送ってもらって、でそれをあの公開はしてませんけど YouTube の再生リスト作って、そこにこう並べてね、聞いてるんですけど、やっぱりね最初いいかなと思ったけど、ハード系だけでガッて、まあ言ってもいいんだろうけどね、なんかそれだけで聞くとちょっと箸休めが欲しいかなみたいなね、気にもなってくるし、そうなるとまあ2枚でバランスよく作ってもいいんだけどね。うん、まあ、ただそうするとちょっとこうそのアルバムのコンセプト的なものがよく分かんなくなるし、単純にハードとソフトの方がそれは分かりやすい。どうしようかな。まあ、とりあえずはそのハード系とソフト系のやつの曲はやっていくつもりですけどね、今の時点だと。ただ曲数が多いんだな、これが20曲近くになっちゃうんですよね。うん、まあゼロから作ってるわけじゃないから、みんな一応できてる曲なんでね、まあ、リミックスなんですけど、まあ俺でもちょっとドラムつけてなかったりベースつけてなかったりっていう曲も結構あるからね、
どうしようかなって感じです。まあそれは私の仕事なんで、まあいいとして、まあ、とにかく完成した曲ね、もうあとはもう CD に入れるだけっていう曲が何曲かできてますけど、まあ本当に NASA さんのおかげで、すっげーいい音になってます。これはぜひ何らかの形でお届けしたいなとますます思いましたので、なんとか CD の形に至るまでこのまま突っ走りたいと思います。はい、今日はさっき言ったそのねハードとソフト的な話でちょっとハード系ばっかりやってたんですけど、ちょっとソフト系な曲を一曲やってみました。13月どっちでもいいんですけどね、まあ、季節感のない曲でございます。まあガスとしましょう、分かりやすい13月だからいつでもいいんです。はい、聴いた方の感じで歌詞もね季節感が出てないんですよ。さすが月ちゃん、季節限定することは何も入ってないんですよという曲をやってみました。これ作ってた頃ね、非常にコード進行に凝っていてというか、まあ、面白くって、 C で始めた曲を A で終わらせてしまえとかね、あっちゃこっちゃ行ってちゃんと C に戻ってこようとか、そういうことをやっていた時期なんで、ベースつけるのがめちゃくちゃ大変でしたけどねまあいい感じになってるかと思うので、今日の、歌動画の方もまたご覧になっていただければと思います。はい、ということで、まあ引き続き CD 完成に向けいろいろとやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、タムランジでございました。それでは今日はこの辺で。